もはや本人。どうも、ババキリフタでございます。今回は実在するモデルを使用した PS4 ソフト参戦を紹介。これがこれ。それではいきます。 It's Showtime。光栄テクモが発売した初めての死にゲー、ニオウ。世相、天界と申す。魅力的な歴史上の人物がストーリーを彩ることで有名な今作は、我々日本人なら誰もが知ってるであろう有名な俳優さんを2人起用していた。一人は有名ブランドグッチと初めて契約を結んだとして有名な日本人、武井絵美さん。半蔵様に伝えて、筑前立花が寮にてあやかしの変ありと。 Who are you? I dislike the company of drunk samurai. Hey! I am no samurai. So a common drunk. Even worse.彼女はくの一として生きてきた家康の娘という設定でこのゲームに登場し、時には味方として共に行動し、またある時は敵としてプレイヤーの前に現れることもあった。死にたがる。忠義のため、お家のためなんて。ドラゴンクエストヒーローズ2の時よりクールになった演技は、プレイヤーにより自然な演技を見せてくれたと感じた。私のこと助けに。くっさ。そしてこのゲームに起用されたもう一人の俳優さんは、声優界でも有名なこの方。There's no way a normal man could take this. It seems he's the real thing. 市村正親さん。何か面白いものでも見えるかの。この方は武井絵美さん演じるお勝の父親徳川家康としてこのゲームに登場し、主人公ウィリアムの前に現れる。ゲーム内での見た目のクオリティももちろんすごいが、この方の場合やはり演技も素晴らしかった。あんたが代わりに人質になれば、この女の命は助けよう。わしには待つべきことが。そもそも女を死に取る者の言うことなど信じられんわ。本作ではあまり目立つことはなかったが、次回作のニオウ2で登場するならそれはそれで楽しみだ。上杉を抑えた後、決戦へと向かわん。ちなみに今作の主人公ウィリアムのモデルとなったのはこの方、三浦按針さん。まあなんていうかあれだ、美化しすぎ。気を抜かないで。ゲームのみならず映画にも美形の外国人モデルを起用するシリーズバイオハザード。 FBI よ。どうもご協力感謝します。 PS4 で発売されたこのシリーズの2作品目のリメイク、バイオハザード RE2。 こちらではこのゲームの主役となる男女2人が実在するモデルを再現したキャラとなっていた。なんとか無事だ。そのポケットに鍵は入ってないわよね。一人目はバイオシリーズでとにかく人気のある男性主人公、レオン S ケネディ。お前が会ったエリオットはこの隠し通路を探していたようだ。うん、それはいい。あなたを病院に。いや、俺のことは気にするな。でも置いていくわけには。彼のモデルとなった方はこちら。
エドワルド・バダルータさん。パリコレのトップモデルをしており、ヴィトンやザラといった人気ブランドなどにも起用された超一流のモデル。発売前はケツアゴなどと散々な言われようではあったが、実際に動いているところを見ると、やはりイケメンの風格を隠せないほど美形のキャラとなっていた。そして2人目はもう一人の主人公を務めたこの方、ジョーダン・マクエンさん。このモデルさんも発売前はあまり良い評価をされてはいなかったが、プレイをしていくほどその端正な顔立ちに男性ファンは釘付けになったという。今現在 PC 版ではこの方にエッチな衣装を着させてプレイする輩も出ているらしい。美形なモデルだけにいろんなところから散々なやられようである。ちなみにこの作ではこの2人の他にも序盤で力になってくれるマービンにもモデルが起用されたとのこと。用心しろ。もし奴らを見つけたら、相手が誰だろうと決してためらうな。 YouTube で活動するマービン役のパトリック・レバーさん、個人的には一番驚いたモデルかもしれない。毎度ものすごいクオリティでいろいろな演者さんをモデルにしてきたシリーズ龍が如く。またこの街に帰ってきちまった。このシリーズの新しい取り組みとして制作された作品、ジャッジアイズには、それこそまさに、日本の有名どころが多数登場した。これ、今月分の給料ね。悪いけど、残りはまた。お前の取り分は？まず、主人公となる矢神は、日本人なら誰でも知ってるであろう、ジャニーズの木村拓哉さんを起用。そして、その主人公を取り巻くキャラクターたちの中には、いくつものテレビドラマに出演した滝藤健一さんや谷原章介さん、そして中尾明さんなどがそのままと言ってもいい状態で登場した。好きに呼んでくれていいよ。さっきは試して悪かったな。カムロ署、組対の綾部だ。黒岩。お前らが無罪にしてくれた羽村は、俺がわっぱかけたやつだった。へえ、だから？おかげでいい笑いもんになってる。ありがとうよ。なんか仕事ありませんか、源田先生。仕事な。そもそもお前いつまで探偵なんか続けんだ、こんな危なっかしい町で。平和な町じゃ仕事になりませんよ、探偵は。借金の取り立てが探偵の仕事か。まあ仕事がないよりはいいかと。そりゃ探偵じゃねえだろう。何でもやだ。どの俳優さんもとても素晴らしい演技で、毎回没入感あるストーリーを楽しめるのだが、しかしこのシリーズ、実は裏では不祥事を起こす俳優を起用する作品とも言われている。どうぞ。例えばこのジャッジアイズで割と重要な役割を果たすキャラクターは、コカインで捕まったピエール滝さんだったり、こいつで目をえぐってやる、やめろ。龍が如く6ではヤクザ役で闇営業に関わったと噂のお笑い芸人の宮迫さんを起用していたりする。おう、表出や、キリュウ。踊るはこの店にもう顔見せんな言うたじゃろうが。うちのお客に勝手なこと言わないでくれる？
こいつよりわしの方が常連じゃろうが。ママはどっちの方が大事なんじゃ？お？今度こそ白黒つけちゃるけの。このシリーズが原因か、それとも本人の身から出たサビなのか、それは誰にもわからない。心臓だ。はい。撃つなら自分で撃てよ。いや、やっぱり目撃つか。両目撃ち抜け。ちなみに龍が如くといえば、数多くのセクシー女優やグラビアアイドルが登場する作品としても有名だ。もう分かったよ。じゃあちょっとだけだよ。いける。恥ずかしい。レジェンド女優と呼ばれる彼女たちと一緒に遊べるキャバクラやセクシースポットは必見の価値あり。どっちよもう。でもちゃんと女の子の気持ちを考えてくれる分、キリュウさんは優しいな。ジャッジアイズにはこういったセクシースポットはないが、もしセクシー女優さんとイチャイチャしたい方は龍が如くシリーズをプレイしてみてくれ。ということで今回はここまで。いつかは私もペルソナ5に出たい。それでは次回もお楽しみに。